ハラルド・ソウルベリは、ノルウェーのシンドマン派の画家。クリスチャニアで、ソウルベリは、毛皮商人のヨハン・ソウルベリとクリスチャニアの妻・ジョアン、ラード・スタター・ビッカーの11人兄弟の第8子として生まれた。絵画の才能を見出され、クリスチャニアで、エイリック・バーレンショルドやエイリー・フペーテシェンに学んだ後、1891年から、デンマークのコペンハーゲンで、 クリスチャン・サートマンに1年間学び、その後ドイツに渡りバイマルの美術学校で1年間学んだ。2年間、軍務に就いた後、1896年に奨学金を得てパリに滞在した。1901年に結婚し、ノルウェーのレイロースやイタリアのベネツィアに住んだ。油絵や多色版画で各地の風景を描いた。ビンドストーム・ブワーク、エドバルド・ムンク。 ハラルド・ソルバーグ、ランドスケープス・オブ・ザ・マインド・ユニバーシティ、プレス・オブ・ニュー・イングランド、1996、ISBN 978から18億8714万9013、英語版、ハラルド・ソルバーグを翻訳。ありがとうございます。